皆さん、こんにちは。トレンドリアです。今回は、バレンタインデーだけじゃない？韓国に存在する毎月14日の記念日を徹底解説してみた、についてご紹介します。先日2月14日は、バレンタインデー。皆さんは、チョコレートを買ったりプレゼントしたりしましたか？来月の14日は、バレンタインデーのお返し、ホワイトデー。韓国ではバレンタインデーやホワイトデーだけじゃない？毎月14日に存在する記念日を1年分まるっとご紹介。1月から12月まで一体どんな記念日が存在するのか、ぜひ最後までチェックしてくださいね。それでは早速見ていきましょう。1月14日、ダイアリーデー。新年を迎え、恋人や友達にスケジュール帳をプレゼントすることで、ダイアリーを共に充実した1年を過ごそう、という意味が込められた記念日。恋人に対しては、ダイアリーにデートの計画を立てて共有する。友人には計画したことをすべて成し遂げようという意味が込められています。2月14日、バレンタインデー。これは日本でもおなじみですよね。韓国でも、女性が男性にチョコレートをプレゼントして告白するという認識があり、手作りチョコやケーキ、デコレーションしたオリジナルチョコレートを渡したりします。3月14日、ホワイトデー。こちらも日本でもおなじみですよね。バレンタインのお返しで、男性が女性に飴やクッキーなどをプレゼントする日。実はこのホワイトデーは、日本が由来で、日本の他に、韓国などの、アジア圏にだけ存在する記念日らしいです。4月14日、ブラックデー。これは韓国にだけ存在する記念日。バレンタインデー。ホワイトデーにチョコをもらえなかった男女が、一緒にチャジャンミョンを食べる日。3月14日の、ホワイトデーの逆の色、ブラックデーとして命名され、その黒色にまつわる食べ物チャジャンミョンを食べるようになったそうです。5月14日、ローズデー。愛する人にバラをプレゼントする日。恋人同士、または恋心を抱いている人にバラをプレゼントし思いを告白する日です。6月14日、キスデー。韓国で始められた記念日で、お互いの気持ちをもう一度確認するという意味でキスをする日。2月のバレンタインデー。3月のホワイトデー以降にカップルになった恋人たちが、お互いにまだキスができていないのなら、この日を理由にキスしちゃおう、という意味で作られました。7月14日、シルバーデー。この日は、5月14日に告白して結ばれた恋人たちが、100日を迎える頃の7月。この時期にシルバーの指輪でカップルリングを購入するように、シルバーデーが作れたと言われています。8月14日、グリーンデー。このグリーンデーの由来は定かではないですが、恋人同士で、山や植物園などの緑豊かなところに旅行に行くように作られた記念日と言われているそうです。9月14日、フォトデー。愛する人たちと一緒に写真を撮って思い出を残す日。恋人同士だけでなく家族や友人同士でも写真を撮って思い出を残すように作られた記念日です。10月14日、ワインデー。愛する人同士幸せな時間を過ごしながらワインを飲む日。由来は定かではないですが、ワイン会社のマーケティングの一環として始まったのではないかと言われています。11月14日、ムービーデー。愛する人たちと一緒に映画を見る日。こちらも由来は定かではありません。12月14日、ハグデー。恋人や愛する人に何かをプレゼントする日というよりは、周りの人たちを顧みて阻害されてたりすることで、人同士の親密さを深めるために設けられた記念日。元はアメリカ発信で、アメリカでは寂しさを感じやすい12月21日に指定されていますが、韓国では14日の記念日の延長で12月14日に設定されています。韓国の大学街などではフリーハグキャンペーンをしている姿を見られるとか見られないとか、いかがでしたか？今回は韓国に存在する14日の記念日についてまるっと1年分一気に紹介しました。韓国ではこんなに毎月14日に記念日を気にしているの？と思った人もいますよね。実は韓国人の中でもこの14日の記念日を知らない人もたくさんいて、気を使わない人がほとんどだそうです。日本と同様、2月のバレンタインデーと3月のホワイトデーのみチョコレートをプレゼントし、そのお返しをするという文化が今では定着しているそうです。しかし毎月ある記念日の中でも、恋人同士過ごすように作られた記念日がたくさんありましたね。これは韓国ならではのロマンチックな記念日ですよね。皆さんはどの記念日が一番好きですか？ぜひ友達同士、恋人同士一緒に話し合ってみてください。